開催決定しました。えっと、AKB48 カフェショップさんで、えっと、ファミーティングが行われるんですけど、本当は東京と福岡でやりたかったんですけど、福岡に AKB48 ショップがなくなってしまったので、やっぱりどこか場所も決めるのも厳しいということになって、代わりにですけど、東京で2回公演できることになったので、えっと、4時からの、夕方4時からの回と、 夜8時からの会にな,ったのなりますので、えっと、東京だけになってしまうんですけども2回行われることができるので、はい、ぜひぜひ皆さん来ていただきたいなって思います。